翔くんの広告が街中を席巻。渋谷から銀座まで将くん一色。バス停に街角に彼の姿が。将くんが降りなす奇跡の瞬間を目撃せよ。将くん降臨、そこには彼のオーラが光る一日。下町のセブンでの出来事だった。毎日違う場所で働いている私は、新しいセブンに立ち寄るたびに、将くんシャンプーの棚を見るのが楽しみだ。 この日も期待してドリンクを買いに行ったが、残念ながらボトルのシャンプーは売り切れていた。しかし、オイルとパウチはまだ残っていた。試しにオイルを手に取り、その場に広がる香りを楽しんだ。セブンの売り場が将軍のオーラで一層輝いていると感じた瞬間だった。ふと思った。私たちの生活にどれほどの影響を与える存在なのか。 下町で彼ほど輝いている人は他にいないだろうと。私も早く彼に会いたいという思いが強くなった。おはよう、おはようと心の中で叫びながら、次の日も彼を探しに行く予定を立てた。駅前のセブンでも入荷があるかな、と思いを巡らせる。以前は何度も追加の入荷があったが、ここ数日シャンプーとトリートメントは在庫が切れたままだ。再入荷を願う気持ちとともに、 母親がきちんと彼のことを分かってくれていることへの感謝も同時に湧いてくる。その日の帰り道、友人からリア友が送ってくれた写真が届いた。その写真には、翔くんの広告が大きく写っていた。やっぱり翔くんは反射するんだ、と感激しながらも、その美しさに改めて感謝した。ありがとう、ありがとうと胸がいっぱいになった。その後、再び渋谷に足を運んだ。 ウォンジョン・ヨヘアの広告が輝いている場所だ。そこで彼の存在がより一層身近に感じられた。トゥー・ヒーローズがふと頭をよぎる。翔くにまたここで会えたことが嬉しかった。戸部公式リセールで有明アリーナの申し込みをした。その当選の知らせを待ち続けた。名古屋のバス停にも彼の広告があったことを知り、母親と共に見に行った。 母親の理解とサポートに感謝している。彼の広告を見つけた時の喜びは言葉に尽くせなかった。また、バス停での出来事も記憶に新しい。ウォンジョン・ヨヘアの広告を背に彼の姿が輝く瞬間、その美しさに圧倒された。駅前のセブンやバス停では彼の広告が次々と現れ、その度に感動を覚えた。 その後も、将君の存在感はどんどん大きくなっていく。全国各地で彼の広告が見られるようになり、多くのファンが彼を追い求める日々が続いた。その一環で、地元のバス停にも彼の大きな看板が設置されたことを知り、ますます興奮した。まさか地元で彼の姿を見られるなんて、夢のようだった。夜にまた訪れて繁華街の光に反射する彼の広告を見て、 その美しさに見惚れてしまった。ある日、真剣にハローワークに行く予定があったが、その前に地元の新宿を訪れた。その日は強い雨が降っていたが、雨の中でも彼を一目見ようと集まる人々の姿に感動を覚えた。雨だって彼のオーラには負けないんだ、と自分に言い聞かせながら、彼の美しさを目の当たりにした時の感動は、今でも鮮明に覚えている。また、 ユニカビジョンや渋谷のフラッグに掲示されている彼の広告を見て、一層彼の存在が身近に感じられる瞬間が増えた。その時の気持ちや体験を友達とシェアすることで、さらに彼の魅力を再確認することができた。さらに、待望の日本橋ポップアップにも行く機会が訪れ、最終日にようやくその美の空間に足を運ぶことができた。巨大なスクリーンに映し出される彼の姿に目を奪われた。 時間が止まったように感じるほど、その美しさに圧倒され、離れがたい気持ちを抱きながら、その場を後にした。その後、銀座のカフェに立ち寄り、友人と楽しい時間を過ごしながら、将軍の話に花を咲かせた。地元のバス停に再び戻ると、昼間の明るい時間帯には、彼の広告が反射して一層輝いて見えた。その美しさに再び感動し、夜にも訪れることを決意した。 日曜日の渋谷でも彼の姿を追い求め、多くの人々が彼を見に来る姿に一体感を感じた。そして、この物語の続きはまた新しい一日に続いていく。将軍の存在感が日々の生活にどれほど影響を与えるかを再認識しながら、彼の新しい広告を探す冒険は続く。都会の輝きと地元の魅力が交錯する場面で、 彼の存在が私たちの日常にどれだけの彩りを加えてくれるのか。それを感じながら、今日もまた新しいセブンやバス停を訪れ、彼のオーラを探し続ける毎日が続く。この物語がどこまで続いていくのか、そして彼の存在がどれほど私たちの生活に影響を与え続けるのか、それはまだ誰にもわからない。しかし、その何とも言えない冒険感とワクワクする気持ちが、 今日も私たちを次の目的地へと駆り立てるのだ。将軍の持つ独特の魅力とオーラ、それが私たちの生活にどれだけの輝きをもたらしてくれるかを、これからも感じ続けていくことができるだろう。広告が増えるにつれて、彼の存在は一層身近に感じられるようになった。自宅から近い商店街を歩けば必ず一度は彼の広告に出会う。そうして、 彼の制服姿やカジュアルな姿が映し出された大きなポスターに目を奪われる。毎日の通勤路でも彼の存在を目にすることができ、その度に少し気持ちが高揚する。それは単なる広告以上のものだった。彼の姿は日常の小さな楽しみを提供し、私たちに新たなエネルギーを与えてくれるのだ。ある日、友達との約束で渋谷に行った。 あの混雑したスクランブル交差点の一角に、また大きな彼のポスターが掲示されていた。友達と共にそのポスターの前で写真を撮り、その瞬間を共有した。その時、彼に実際に会ったような気持ちになり、ますます彼の存在がリアルになった。その後、銀座のカフェで友達と過ごす時間は、まるで彼のおかげで一層特別なものに感じた。友達も同じ気持ちを共有してくれ、 その日の会話は終始将君の話題で盛り上がった。彼が出演する CM や広告、新しい情報が入るたびに、その喜びを分かち合う時間が増えていく。そして日曜の朝、いつもとは違うルートで通勤することにした。いつもの駅から一つ離れた駅で降り、歩いてみることにしたのだ。新しい景色、新しいショップ、そしてやはりそこにも彼の広告があった。それが見えた瞬間、 再び心が躍る感覚があった。その時、彼が私たちの日常にどれだけの彩りを加えてくれるのかを改めて実感した。彼の広告を見るだけでなく、実際に商品を購入して彼を身近に感じることも楽しみの一つだった。ある日、地元のドラッグストアで彼がプロモーションしているシャンプーを見つけた。その香りや使い心地は期待以上で、まるで彼がそばにいるような感覚に包まれた。 日々のケアが特別なものに感じられ、彼への感謝の気持ちがますます強くなる。また、友人と共にイベントに足を運ぶことも増えた。彼が出演する映画の試写会やライブパフォーマンス、そのどれもが私たちの生活に大きな影響を与えた。彼のパフォーマンスを見るたびに、そのプロフェッショナリズムと情熱に圧倒され、自分自身ももっと頑張ろうという気持ちが芽生えた。それからも、 彼の魅力はとどまることを知らず、ますます多くの人々を魅了し続けた。全国各地で彼の姿を目にすることができるようになり、彼を中心としたコミュニケーションが一層広がった。多くのファンが彼に共感し、その存在を支え続けた。こうして彼の影響力は日々の生活に深く根付いていく。広告やプロモーションを通じて、彼の存在がどれほど大きな影響を与えるのか。 そしてその美しさとオーラが私たちに与えるエネルギーを感じながら、今日もまた新しい冒険が始まる。彼の存在が私たちに与えてくれるもの、それは一言では言い表せないほど大きい。日常の小さな瞬間に喜びを与え、特別な出来事をさらに輝かせてくれる。その魅力と影響力は、これからも私たちの心の中で生き続け、多くの人々に感動と喜びを提供し続けるだろう。